修道キシベロセラスは、後期白亜紀の海に生息していた、リプロモセラスカポリプチコセラス赤に属する、異常マキアンモナイトの属。本校では、修道キシベロセラス属のア属として扱われることも、あるパラゾレノセラス属も紹介する。ごく稀ではあるものの、大型のものでは、殻の長さが40センチメートル前後にもなる。 ダカンの密着した平面螺旋を描く正常巻きアンモナイトと異なり、ポリプチコセラスやディプロモセラスと同様に棒状のシャフト部分と U 字型のターン部分からなる殻を持つ。殻の表面には多数の細かいアバラが存在し、成長段階後期では全てのアバラの上に突起が発達する。なお突起の列の数は種によって異なる。本属には三つのア族が属する。 ワードマラリーは、ダカンの巻き方と構造から、修道キシベロセラスア族とキホセラスア族に分類することができるとした。イフリムイ・アルでは、それまで独立族とされていたパラゾレノセラス族が、修道キシベロセラス族のア族として扱われた。修道キシベロセラスア族は、中ロニアンキに同じくリプロモセラスカに属するネオクリオセラス族から、キホセラスア族は、 コニアシアンキあるいはサントニアンキに、修道キシベロセラスア族から枝分かれした。前者は日本を中心に出現した後に、南西太平洋やアフリカへ分布を広げ、後者は主に北、アメリカで進化を遂げた。後期カンパニアンキには、キホセラスア族からより小型のツレノセラス族が出現した。 ただし松本らによると、円形に螺旋を描くネオクリオセラス属よりもシャフト部とターブン部で構成されたシュルエテレラ属に近縁である可能性もある。種名に注釈のないものはホッシルワークスに基づく。松本では、リュウガセラ属の種も修道キシベロセラス属に含まれているが、後の文献ではスカラリテス属から派生した独立属として扱われているため、 ここでは除外した。産出地域には南極大陸、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、インド、日本、マダガスカル、メキシコ、ニュージーランド、ナイジェリア、南アフリカ共和国、イギリス、アメリカ合衆国がある。日本では和歌山県有田川町、北海道ハボロ地域や里平地域などで産出する。ありがとうございます。